サムライヒヤヒヤ勝利買った。井上、お楽しみいただけたかな。大勢、楽しんでいただけたかな。しぶといね。グランドスラムないと危なかったか。パニー、1とかの塩試合よりこっちのが100万倍楽しいわ。明日は台湾チア見れる。事実上決勝。ほなまた明日。これ勝てたの奇跡じゃね。めっちゃ打つやん。試合終盤やな。せや。ファースト栗原、サード紅林。これなんやねん。侍連勝爆弾がやばいぐらいでかくなってる。ファイナルはどことやろ。台湾か。 WBC でもプレミア12でもグラスラで敗れるのか。ベネズエラ、やっと終わった。お疲れ様。ベネは早起き頑張ってくれ。4時間わらわらわら。現地ファン眠りだと思う。野球もサッカーも日本の敗北をしばらく見てない。負けたら逆にショック大きそう。ぴったり23時にゲームセットと流行るやん。満塁ホームランなかったら負けてるやん。ベネズエラ強かったわね。劇的ホームランやからな。あの場面で打てるのはすごい。国際大会で慣れないマウンドだから井上と大勢はしゃあない。調整してくれるだろう。日本が決勝に行けない条件は何ですか？ご視聴ありがとうございました。